ケニアッタ国際会議場はケニアの首都ナイロビにあるコンベンションセンター。特徴的な外観によりナイロビのシンボルとなっている。30階建て、高さは105メートル。東アフリカ最大のコンベンションセンターであり、アフリカ関連の国際会議が多く開催される。円形会議場は800人収容。ナイロビの中心街に位置し、館長や高級ホテルからのアクセスが主演である。 1966年から1973年にかけて建設された。1974年に開業し、当時のケニアアフリカ民族同盟当首にして、ケニア大統領、ジョムケニアットの名が付けられた。1989年、所有権がケニアアフリカ民族同盟に移ったが、2003年、同等のゲイアに伴い、キックは国家のものとなった。 h t t p w w w a r c n e t o r g l i b r a r y s i t e s o n e s i t e j s p site ID イコール 12955-http コロンスラッシュスラッシュ www.atmlso-ifbls2010.org スラッシュベニュー .html-http コロンスラッシュスラッシュイエヌドット s t r u c t u r e ドットでスラッシュストラクチャーズスラッシュデータスラッシュインデックスドット CFMID=S0024926 ありがとうございます。